代目となる2018トレンドイメージガールは4月より募集を行い、総勢153名から応募をいただきました。厳正なる審査を経て星川由紀さんに決定いたしました。皆様はじめまして、2018トリップイメージガールを務めさせていただきます、星川由紀と申します。現在はモデルとして活動をしております。今年の5月に開催されましたミススプラナショナルジャパン日本大会にてグランプリをいただきまして、今年の12月1日ポーランドにて世界大会に参加してまいります。今はそのためのトレーニングに励んでおります。よろしくお願いいたします。このトリップさんのイメージガールに選ばれたという合格の発表が来た時には本当にもう驚きまして、中学生の時から下着も愛用しておりましたので信じられない気持ちでいっぱいでした。今後はそのような緊張感を持ちつつも精一杯皆様にハッピーを届けられるよう自分自身楽しんで努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではここで2018トリンプイメージガールの越川さんに今年の自分を表す一言を書道で書いていただきたいと思います。でしょうか。それでは越川さんに書を披露していただきたいと思います。越川さん、前の方へお願いします。美と書かれましたが、これはどのような意味でしょうか。はい、私は今年ミスプラナショナルの日本代表となり、またこのようなトリンプさんのイメージガールになることもでき、美しさと関わることが大変多くございましたので、その経験を生かしてこれから美のパワーをたくさんの方々に届けたいと思い、美という文字を選びました。ありがとうございます。それではこれで2018トリンプイメージガール発表会を終了いたします。皆様、本日はお忙しい中誠にありがとうございました。ご質問いかがでしょうか。すみません、はい、スポーツ報知の越川と申します。はい、越川、はい、同棲で同棲したんですけど、嬉しいです。多分、越川一族の中で一番美しいんじゃないかと。ありがとうございます。越川さんってあまりいらっで出会いますか。あんまりいないです、ね、いらっしゃらないですよね。なんか私の両親の片方が成田の方が元みたいで、越川さんすごく周りにいるんですけど、そちらの方の出身です。父がそっちの。ああ、すごい。これからもよろしく。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい。ご質問ありがとうございました。じゃあ今後の意気込み、はい、など。今後はトリンプさんのイメージガールとしてトリンプの下着を身につけて、下着を身につけることですごく心が躍ることや毎日が楽しくなるということを私が実際にアウトプットしてたくさんの方に伝えてまいりたいと思います。将来の夢みたいなのがありますか。はい、
将来は今の私がミスコンテストミススプラナショナルという大会で日本代表なんですけれども、そういったことを生かしまして美容系のワークショップであったりとか、そういったことを、まあ、たくさんの方に伝えるような会社をできたらいいかなと思っています。タレント業とか女優業とかそういったものが特に、はい、そうですね、タレント女優とかももちろんやってみたいのというのがありまして、一番はまあ、モデル、すごくビューティーに精通するものがあるなと思うのでモデルに本格的にチャレンジしていきたいんですけれども、人前で話すことだったりもタレントの活動でもすごく経験はしてみたいなと思います。世界遺産検定を持ちているんですけど、はい、これなんか取ったきっかけとか、なんかそれが役に立ったこと、はい、はい、それが残念ながら役に立ったことがまだなくてですね、すごく今周りにその世界遺産検定を生かして何か仕事をしたいなということを伝えている真っ最中なんですけれども、撮ったきっかけがもともとすごく美しい景色を見ることが好きで、その美しい景色を検索して調べていると大体世界遺産に登録されているということが分かって、まあ、将来そういう美しい場所を見て回るための事前学習の意味も込めて世界遺産検定を取得しました。ポーランドにもあります。ポーランドにもあります。はい、まあ、ちょっと明るい話じゃないんですけれども、アウシュビッツ収容所は、まあ、ポーランドで、まあ、特に代表になる遺産で、それは、まあ、今回大会の期間中のスケジュールでは見に行けないかと思うんですけれども、フリーの時間では一人で見に行こうかなと思っています。すみません、ラスト1問とさせてください。すみません、ちょっと先ほどの質問と重複するかもしれないんですけれども、はい、一緒に共演したいタレントさんとかそのタレントさんの好きなところをお願いします。共演したいタレントさんですね、俳優さんですね、女優さんでも男優さんでも、はい、一番はやはり篠原涼子さんはご一緒したいなと思いますね、はい、どこが好きですか。すごくこうナチュラルで飾らない雰囲気が、まあ、もちろん画面上でしか私は拝見したことがないですけれどもすごく感じるので、そういったところの源だったりっていうのをぜひ共演して、まあ、お聞きしたいなと思います。どんな番組とかドラマで共演してみたいですか。そうですね、篠原涼子さんすごく頑張るキャリアウーマンというか、なんかそういう役柄をよく私は見ているんですけれども、なので篠原涼子さんの部下になりたいなと思います。はい、もしなったとしたらどんな部下になりそうですか。そうですね、すごく抜けてるねと、ちょっとこうぽやっとしてるねとよく言われるので、篠原涼子さんに結構怒られるんじゃないのかなと、はい、思います。じゃあ以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。